中国海軍、遼寧の裏歴史に、今回は、詳しく見ていきたいと考えています。中国資産家が、海上ホテルにする目的で購入した、遼寧、ウクライナから、購入していたんですね。しかし、購入後の、資産家に待っていたのは、この、遼寧を中国政府に接収されたのです。やはり、中国ですね。信用ができませんよね。中国国内では、民主制は関係ないのです。旧東側の今は、嘘とばかりでやりたい放題です。遼寧の黒歴史を詳しく見ていきます。今年2022年6月に、中国は、上海において、同国海軍初の航空母艦、遼寧から数えて、3隻目、国産の航空母艦としては、山東に次いで2番目となる、福建を進水させ、同艦は、2026年前後での実戦配備が予想されている。この、福建は、中国海軍の航空母艦としては、初めて、カタパルト、それもアメリカでも、未だ、最新鋭の、ジェラルド、R、フォード、1隻にしか搭載されていない、電磁式を装備する予定とされ、大きな注目を集めている。これによって、福建以後の中国の航空母艦は、艦載機をカタパルトによる、発艦、そして、アレスティングワイヤーを用いた着艦を標準とする、アメリカの大型原子力航空母艦だと同様な運用形式となると目されている。こうしたカタパルトやアレスティングワイヤーを用いた艦載機の運用が従来のスキージャンプ式による方式よりも注視される理由は、前者は格段に艦載機への兵装や燃料の搭載量を増加させられることが明白なためだ。航空母艦の持つ攻撃力とは、ひとえに艦載機、個々の兵装の持つ破壊力と攻撃可能範囲による、それらの総和で決まるため、艦載機の数が仮に同一であっても、カタパルト式とスキージャンプ式では、大きく前者が勝ることは、二言を要さない。そうした歴然とした差がありつつも、現在の世界の海軍の中でも、カタパルト式の航空母艦を実際に保有、運用しているのは、その技術的な難易度の高さから、アメリカ海軍11隻と、フランス海軍1隻に止まっていた、状況だった。これまで、カタパルト式の航空母艦の運用経験のない中国海軍が、実際に、予測通りに、2026年頃までに、福建の未稼働を行うことが可能か否かは、未だ判断はつかず、その艦載機をはじめとする、運用体系の構築には短すぎるようにも感じられる。したがって、少なくとも、今の予想通りに、福建の戦力化がスムーズに推移したとしても、向こう3年ほどは、現行の遼寧や山東が中国海軍が投入し得る航空母艦であることに、大きな変化があるとは言えないだろう。その意味では、特に、2019年の山東の就役後には、練習用の航空母艦とみなされるようになった遼寧も、未だ中国海軍の中では、貴重な航空戦力を投射可能な艦艇であり、最近も精力的な活動を行っている様子が伺える。今年2022年5月には、遼寧を中心とする空母機動部隊は、沖縄本島と宮古島間の宮古海峡を抜けて、先島諸島の南方海上まで進出し、その海域において延べ、300回にも及ぶ、艦載機の発着艦訓練を敢行したことが、報じられている。この時に、遼寧以下、その空母機動部隊を構成していたのは、ルーヤン2級ミサイル駆逐艦1隻、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦3隻、ジャンカイ2級フリゲート1隻、冬級戦闘支援艦1隻の合計で7隻に及ぶ艦艇群だった。日本の海上自衛隊では出雲、
片護衛艦1番艦の、出雲、や、P1 並びに、P3 哨戒機を、これらの中国海軍の、遼寧、やの空母機動部隊の監視任務に従事させ、それらの行動についての、詳細な情報収集活動を行わせている。ここで得られた情報の一部が、先に挙げた、遼寧からの、延べ300回に及ぶ、発着艦の回数であり、この時、遼寧が艦載していた戦闘機は、J15 が、総数で9機ほどと見られ、その機体数を考慮すれば、決して少なくはないと考えられている。遼寧は、基準排水量58,500トン、満載排水量67,500トン、全長 301.0メートル、全幅 78.0メートルの艦体を持つ、中型の航空母艦であり、最大土機で J15 24機、各種の回転翼機を12機ほどは搭載することが可能と見られている。そのため、今回ここに挙げた事例では、J15 に関しては、最大時の想定のおよそ 40% 弱しか搭載していなかったこととなり、フルに搭載していた場合には、計算上ならば、800回に相当する発着艦回数を実現している可能性もある。ただし、現状の中国海軍の遼寧は、運用可能な空中給油機を持たないことから、J15 の作戦行動範囲は、おのずと限られ、発着艦回数が、ここまでの多数に到達していても、アメリカ海軍の航空母艦並みの攻撃力には、未だ到底及ばない。さらに、遼寧は、2022年8月上旬には、アメリカのペロシ下院議長が、台湾への訪問を行ったことに伴い、その行動への反発から、台湾周辺の6カ所もの空海域で行われた中国軍の、大規模な軍事演習にも参加したことが公表された。ここには、遼寧以外にも、山東も、その名が、参加艦艇として挙げられており、昨年2021年の一時期、日本のインターネット上では、山東が、深刻なトラブルを抱えて稼働できない状況にあると、伝えられていたことを覆した。日本で、山東、についてのそのような、いわば、誤報が流布されてしまった背景には、一部の衛星画像で捉えられた、山東の飛行甲板上が、他の部分と異なる色合いに見えたことを、何らかの損傷を負っていると、誤認したことが、原因のようだ。今回の大規模軍事演習に、山東の参加が公表されたことを見ても、それが誤報であったことは間違いないようだが、県の飛行甲板の色合いの違いとは、単なる甲板清掃でそのように見えたのではないかとも指摘されている。こうした単純な誤認による虚偽情報の拡散は、これが山東について平時の状況で起きたものであることから、大した問題ではないように感じられるかもしれないが、有事であれば、非常にマイナスに作用する危うさを感じさせる。それは、たった少しの、不鮮明な画像をもとに、事実と全く異なるず、右折が簡単に拡散されてしまうことを意味しており、現在のロシア・ウクライナ戦争でも、双方が、互いに自国に有利な情報を発信していることへの判断にも通じるものがある。ロシアは、もとより、ウクライナ側も、自国にプラスに作用するよう、真偽の入り混じった情報を拡散する。情報戦を続けており、表面的で表層的な解釈だけでは、実際の戦況を正しく認識することは、非常に困難な状況にあるだろう。さて、話を、遼寧に戻せば前述したように、中国海軍が同艦を就役させたのが、2012年であること、その最初の航空母艦であることなどから、比較的に、最近の艦艇のように思われるかもしれないが、飛行自体は37年も前の1985年だ。
遼寧は、当時ソ連だった時代に、同国海軍のアドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦、ワリャーグとして、現ウクライナのムコライウで寄港されたが、1991年の旧ソ連の崩壊で、完成を見ることは、できなかった。ワリャーグは、旧ソ連から分かれた、ロシアとウクライナとの間で、帰属をめぐる争いが起こるが、1993年に、ウクライナの所有が確定するも、やはり完成には至らず、1998年に、マカオの中国系企業が、カジノとしての再利用を口実に入手した。こうした経緯を経た後、2002年に、ワリャーグは、マカオではなく大連へと移行され、3年後の2005年に、占拠に移されて、ようやく、2011年に完成、遼寧となって、翌2012年に、中国海軍に引き渡されて、収益を迎え、今に至っている。実に、遼寧は、1985年に、ワリャーグとして寄港されたことを考慮するならば、2012年の収益時点でも、すでに、寒冷27年を経過した老旧艦であり、今年2022年では、37年という、旧式艦艇であることは、間違いがない。まあ、アメリカ海軍の、現在の航空母艦の主力で、10隻を数えるニミッツ級も、1番艦のニミッツは、1968年寄港で、1975年の収益であり、単純な慣例のみで、その有用性に判断を下すことは、避けるべきかもしれない。